子仲いいことね。それダメですよ。親子、親子仲いいこと。反対じゃないよ。あ、いいよ。あ、また警察沙汰になったから、よろしく。警察、何の反対？何なんだ。でもいい、俺はだ警察も7回目だから、あ、今日8回目だ。今日1回待ってきた。消しません。消しませんよ。な、まあ、君はなんで警察に殺してるんですか。だよな、カメラが。警察行くから。警察行ってんだよ、お前。引っ張んだよ。カメラとなんか、え、めっちゃ盗撮してて、盗撮なんじゃ、盗撮？盗撮してなかったらどうする？こっちの17号で。カメラを向けられて嫌だったって話ですか？じゃあこれをまあ返してもらって、はい、動画撮るのやめての、はい、他の人に向けて撮るのは人が嫌がってるんでやめてもらっていいですか？はい。依頼？依頼ですか？嫌なんですって。なんで、交番内で動画撮影するのやめてもらっていいですか。なんでやらんの、なんでやらんの。それって普通に動画撮られたらって言ってて、俺さっきも動画撮られてたけど何にもじゃない。で、いや、それって個人の判断じゃないですか。で、この方が動画撮られたくないって言ってて、分かりましたって言ってて、消すか消さないかはそれはできない。いやいや、他の映像もあるから。それってあなたの、そう、あなたの言ってるのは、うん、50年どうぞじゃなくて、うん、あなたの考えだって。でもそんなことない。あの、とりあえず消さないよ、ここに。消す、その時はこっちは著作権がある、はい、著作権、うん、逃げねえよ。さっき来てるの知ってるじゃないですか。いや、あなたがおかしくないですか、それは。だって動画撮られて嫌だって言ってる人がいて、別に物を壊されてるわけじゃないじゃないですか。うん、でも取り上げられたよ。取り上げられた、一時的にそれは嫌がる、静止してるだけじゃないですか。それで、俺は今まで、まあ、今日の日だけ6回目、今で7回目だけど、一回も動画消したことないから。この問題。肖像権の問題なんて、肖像権侵害なんて法律じゃねえんだからさ。嫌なのも嫌だよ、ね、さっきも言ってないです。なんで相手の知らない人だから何で来たの。お仕事じゃないよ、俺何で連れてきてるの。動画が残ったら困るんで、うん、私の分だけ消してください。それは警察の立ち上げ。あ、そう、分かりました、全社しますって言ってる。それで終わるじゃねえか。終わるよ。それってあなたおかしくないですか。動画をやめてって言ってるじゃないですか。交番の方向けないでください。向けてないよ、ほら、さっき向けてたんで。向こうが向いてて。今はね、なんかどっちまずいでしょ。施設内で撮ったら俺も消さなきゃいけない。施設内をです。施設内で撮って。オールコムやばい。こうやって撮ってから撮るもんね。施設内を撮るのはやってください。撮ってない。そうだよ、アムロジャ高払いな。だからさ、そんな消さなきゃいけないようなことしたんじゃないのさ。だからそこを注意したらいいってんだよ。そんな現地大久保公園来んなって言ったらいいよ。いや、泊まりかそこなんだ。泊まり、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 ビラモンテーナビラモンテーナで何、大久保公園で女に声かけてんだ。うん、声かけすなんか、その人のやってることいちいち動画で収めて何が楽しいですか。で、相手が嫌がってるのにそれをやめないのっておかしくないですか。それはおかしい話じゃないですか。モラル的な話で、そういうモラルっていうのは気にされないんですか。気にしない。え、
だって俺のこの動画を見たいって人9万人いるんだよ、9万人、9万人いるから何なんですか、9万人って YouTube で相当な数ですよ、はい、だからおじさんね、もしか見つけたらそこの各媒体ごとの窓口になるからね、そこに言えばいい、障害じゃねえよ、お前の窃盗じゃないか、その前に俺のカメラ撮ってんだから、窃盗じゃない、それは窃盗にならない、はい、なんだよ、そういう時にじゃあ朝できてるんで、はい、なんで暴行、俺がやったって証拠どこにある、俺がやったって証拠どこにあるんだよ、被害者の申し立てなんで、これは被害者のことは俺やってないっつってんじゃん、だから否認されてるってわけです、今は否認の状態、いいよ、だから調書でも取れよ、動画見れば明らかじゃねえんだよ、今あのね、人のもの勝手に奪ったらね、俺だって上着ぐらい掴みますよ、当たってんですよ、すいません、ね、その顔何よ、動画撮らないでくださいって分かんないですか、ねえ、離れてる、で、あなたが人のこと勝手に一方的に動画撮ってて、それ注意されて憤慨してて、でそのカメラをやめてっていう意味で撮ってる分には何の問題もないじゃないですか、でここに来てあなたの問題を提示してるんですよ、それを理解できないですか、簡単なことだと思うんですけど、それは撮らないでほしいって人いるでしょ、そうだから分かったって言ってる、それと動画を消すのとは別の話だよ、それをいちいちなんでちょっと触らないですか、9万人が待ってるって、さっき見たと思うけど、編集しないとあそこの特定の部分だけ消せないんですよ、取りっぱなしになったでしょ、編集してください、編集ここで編集できないでしょ、これ消すしかないです、それは命令依頼措置、依頼です、消してください、俺今まで盗撮でも何度もやれて5回ぐらいここで来てます、1回も消したことない、1回も消したことない全部やだっつって、消防局って犯罪じゃん、犯罪じゃなければいいって話じゃないですか、犯罪じゃないだろうって、何が犯罪なんですか、話しかけて、じゃあ仮に話しかけてたとして、大久保公園行って男女の親親子離れた男女が話してんだよ、金額の話して、別に目の前でお話ししてるだけ、じゃあ仮にじゃあその金額の話だとしましょう、そんなこと言ってからね、いつも僕の変なんだぞ、まああなたみたいな人もいますけどね、そうやって面白がって、面白がって動画撮って人の嫌がることを見てる、俺の動画きっとみんな参考にしてるよ、見てないと思います、見てる、悪いですけど警察は多分興味ないですけど、見てる、最近シフトのペースまあ嫌がってるんですか、嫌だよ、嫌がってる、普通に何が犯罪なんですか、じゃあ何が犯罪なんですか、この人犯罪者だから消さなくていいとおっしゃったじゃないですか、何が犯罪ですか、今言ったじゃないですか、そうだから写真動画に収めて、いや不快な気分にさせてるわけじゃないですか、はい、はい、それって今の時点でだって警察モラルがないのはモラルの話でしょ、警察は今どうしようもできないでしょ、俺は嫌だっつってんだよ、消すのは嫌いでしょ、嫌だじゃなくて、嫌だ、相手が嫌がってて、なんで俺も嫌がってんの、消すの、何を嫌がるんですか、消すの、何が嫌なんですか、消すの、何が嫌なんですか、この人じゃない、俺もなんだし、何を嫌なんですか、この人、いろんな人の動画撮ってるんですよね、いろんな人の顔を写して、ああ、消すの、だからまず警察官が嫌なきゃ、撮られてる、もう大久保公園なんてイベント会場なんだからさ、撮られて当たり前、毎日何十人も来てんで、俺はカメラをこうやって出してるから、ね、みんな分かるけど、あなたは撮る被写体が違いますよね、これは声かけて、お祭りをメインに撮ってる人、ただ道行く一般人に対して、そんなこともどうでもだるがらみしてる人、分かります、だから警察を対立する余地がない、余地じゃない、ほんまに来てる時点で余地はこれは行きたくなかったけどカメラ撮られちゃって、まあ、あなたの勝手に動画撮られちゃう、もしかしたら壊されたらまた気分損壊になっちゃう、あ、いいっすね、壊したら練習しますよ、それ、そうします、壊して、新しい話を、じゃあ、そういう感じ、壊した、
ね、そんな立場のある人ちょっと大きな声来ないもん。だから違う、カメラを撮ったっていうのはそれはセットにならないって話です。人のもの撮ったら暴行でしょ。不法領分なんです。動画を撮られて嫌だから、あなたのこれ撮ったら俺は、触らないでください。触らないで。なんだ。触るな。な。な、なんだ。いいよ、触んねえよ。ねえ、やめて。ねえ。これは犯罪じゃないの？何がですか？撮ってから、撮ったら。あなたが人の顔に向けて動画を撮影してるから、それが嫌でこう撮るのは、あくまで不法領得の意思じゃないじゃないですか。相手のものを奪い取って俺の自分のものにしてやろうって気持ちで撮ってるわけじゃないですよね。それって嫌だからやめてください、やめないから撮ってるわけじゃないですか。それと今私が言った自分のものとしてもの、相手の勝手にものを撮るって意味合い違いますよね。だから窃盗にはならないんです。はい、意味わかりますか？だからあなたの言い分を受け付けないんじゃなくて、うちらは何もできないんです。でも消しませんよ、これは。多分一回も消したことないんで。普通のマンさんは、ここの宿のマンさんは、ここにいるから腐るんだよって言って終わりです。マグマ出しませんよ。じゃあ、その警察官が間違ってます。悪いですけど。大久保公園は、250くらいのチャンネルがあるんですよ。YouTube で毎日2、30人ぐらいの人が撮りに来てる。で、俺以外はほとんど隠しカメラでここで撮ってますから。そう、見えちゃったんで。俺はあえて、相手に拒否権を与えたいんで、おじさんみたいにね。撮らないでくれとか。拒否権も、クソもなかなかないですけど。消してないんだったら。拒否権発動してるわけじゃないですか。嫌ですって。どうも、撮らないでくださいって拒否してるのに。そっからは撮ってないよね。いや今も現在進行形になってるじゃん。音声残すためにわざわざ載せたいから。それをやめてください。それを消してください。それもやめずに自分の意見だけなんかさも当然かのように動画ほらまた向けてますよ。ね、とりあえず止めてもらっていいですか。消せないですか。また顔に映っちゃうじゃん。いろんな人映っちゃってる。行動だから。行動で別に。だから他の人映っちゃうじゃないですか。いいよ。もうあれ。いや終わりだ。見つけたら各媒体ごとに。もしかしたら。いやだから今現在進行形で両当事者いるのなんで。他の媒体を経由する人がある。だって分かんなかったら証拠も何をしてる。証拠かもしれないのに何もないじゃん。それ映されて嫌だからじゃない。映ってるかもしれない。ホテル自体じゃん。消毒の瞬間に絡む。人数絡む。消毒の瞬間は。全部中間点。まだ我々の部屋で見る点は分かる。だからやめてください。消してください。いいよ、別に撮ってて。消す、消す必要ないよ。街中の撮影自由なんだ。そんなことないよ。個人を特定する映像なんて、夏の日の暑い最中に女の人が汗をこう拭きながら交差点に立ってるところとかニュースで流れてるじゃん。嫌だ。嫌だっつってるじゃん。そう、分かりました。消さないよ。今まで消したことない。消したことがないじゃなくて。今は嫌だと思う。今が嫌だって本当に言ってるんで、消してほしいんだったら、個人的な問題です。法的手続き取る。これもじゃあ法的手続き取りますか。これって言えないんですよ。証拠は何？これはさっきね、やったことしょうがないよ。これはこの後。だってカメラを捉えたから。カメラ交番の方向いてますよ。カメラを捉えたから、これは取り返そうとして、まず誘引ですからね。
まず動画を撮影していたっていう事実があるじゃないですか。まずあなたが勝手に許可なく人の顔を撮ってて、それをやめてくれっていう誘発させたわけじゃないですか、カメラを撮る行為ね。で、そのカメラを撮られて、じゃあカメラを撮られたから掴む、それはおかしな話なんですか。カメラ撮ら、人のも撮っちゃいけないですよ。人の顔撮っちゃダメじゃないですか。いや、そのなんであなたは自分のモラルを、人の顔撮っちゃいけないから、肖像権があるから。肖像権嫌だって言ってますよ。で、肖像権に手続きして、その前に手続き、その自分の言い分だけを棚に上げて、人の話は全く聞く耳を持たないのはおかしな話です。いつも長いんだよな、話も。はい、それでははっきりしましょうよ。こんなーなーに毎回やってるから、消せないんですか。最初にちょっと撮影をやめてもらいます。やめてもらっていいですか。聞いてますよ。やめてもらっていいですか。これは命令かよ、意外かよ、別に。ちょっと聞こえないですよ。嫌がってる人。命令なのか依頼なのか、どっちなんだっけ。消してください。カメラで止めてくれとか消してくれ。止めてください。消してください。メール、どっち？メール、どっちじゃないですか。話をしてくださいよ、ちゃんと。私そんなに言いませんかよ。命令なのか依頼なのか。さっきからすごく失礼な言葉遣いで我々に話されてるけど、これね、昔警察官に暴行されてんだよ。これ私じゃないですよ。昔って言われたけど、私たち知らないですよ。見えねえ、見えねえ、取り調べ室の中で相当やられてるんですね、僕は。我々刑事じゃないから取り調べしてないですし、それはその警察官に言っていただいていいですか。それぐらい俺にトラウマ作っちゃったもん、うん、それでもそれはやっちゃいけないと思いますよ。こっち側ね、これモニターだ。止めてください。街中じゃなくて嫌がってる人もいるんで、はい、それ想像がないよ。地位があるしな。ちょっと行っちゃって、地位があるしな。スタッフがある。YouTube にプライバシー侵害の削除申請するんだ。それは未然に分かっちゃったんで、まあ、ちょっと他の話で話しましょう。この場で消してもらえればいいじゃないですか。だからパソコン貸してくれるんだったら俺それで編集するけど、じゃないとこの一本取り全部見えなきゃいけない。パソコンとか貸せませんし。そうですか。あ、無理なんだ。そのパソコンで見たら、ちょっとそこら辺で休まれるから、それちょっと見ますか。なんでそんなに、え、モザイクかけてるでしょ。違うんですよ。モザイクかけてるから、まずいんで、俺っていうか、まずいんで、こういう時代なんで。申し訳ない。申し訳ない。肩書き。ちょっと一緒に行きましょうよ。それで、ちょっとじゃあ、またダメだったらもう一回相談来ますので。ちょっと待って。話し合う。そう。だって民事だからさ、うちなんて警察介入しなくていいよ、民事だから。いや、そういう話じゃない。交番に来てる以上、警察が今、間に入って、話を円滑に進めるから。だから今、民事だから2人ですよ、話すって話になってるから。これね、一回、話してる姿勢で長い時に持っておきますよね。その代わり、動画は消してない。一緒に。俺お茶でいいです。緑茶で。逃げないから。逃げないから。俺そんな悪い変な男じゃねえから。大丈夫だよ。一緒に行きましょう。向こう。じゃあほら入ってよ。いいよ入って。俺が逃げると思ってるのかよ。本当に。
ここで有名なんだから俺逃げないよ。はい、カモン。あら、いいね。あ、サンクス。すごいいい感じ。あかん、それは。いいなぁ、ラブで。どうも、はい、なんかシール、はい、お約束のね、シールね。なんか声かけてくれればと思って。いや、今ね、警察宛てで揉めてたんですよ。あ、そうです。そのおじさんとまだいるんだけど、はい、今動画消せとか消すなとかいう話になってて。はい、ありがとうございます。応援してます。どうも。ほら、俺の不安。あ、本当。いいっすよね。そう、ね、大久保公園で一番俺の再生回数多いし、回数多いもんね。何何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 2023年7月施行の撮影罪行為は一切行っていません。コメント欄での盗撮及び撮影罪という表現は控えるようにお願いいたします。